本日は2023年5月6日です。今、博多駅まで来ています。博多駅のすぐ近くにある博多国際展示場&カンファレンスセンターにて HKT48 16枚目シングル君はもっとできる劇場版発売記念会場でおしゃべり会が行われるのでこちらまでやってきました。正式名称は長いですが略しておしゃべり会です。福岡での開催は10月1日2日以来の約7ヶ月ぶりです。関東でも開催されますが開催頻度は年に2回程度で非常に少なく貴重なイベントです。おしゃべり会の内容はその名通りメンバーと直接現場で話すことができるイベントです。オンラインももちろんあるのですが現場での交流に勝るものはないと思います。この動画を見ていいなと思った方はチャンネル登録とコメントと高評価お願いいたします。イエーイ。そんなおしゃべり会についてここで簡単に説明しようと思います。おしゃべり会は新型コロナウイルスの影響で中止になった握手会に代わって2021年から行われているイベントです。初めてのおしゃべり会は2021年6月5日6日に京都パルスプラザで開催されました。当時は緊急事態宣言期間中ではありましたが会場のキャパの大きさなどのイベント開催に必要な条件をクリアしていたため開催することができました。おそらく福岡や関東圏では開催することはできなかったと思います。京都を開催地に決めた HKT48 の運営会社マーキュリーの素晴らしい判断だったと思います。私もそのイベントには参加し約1年3ヶ月ぶりのメンバーとの再会に感動しました。しかしその後のおしゃべり会は延期を繰り返し予約が取りづらい状況が続きました。そして2022年23年と少しずつ安定しておしゃべり会が開催される状況となり本日のおしゃべり会を迎えます。現時点では会話のみで握手はできません。しかし他の48グループでは手袋をつけての握手や制限のない握手会が復活しつつあります。 HKT も次のシングルのイベントからは握手会の復活が期待できそうです。良い意味で最後になるかもしれないおしゃべり会を楽しもうと思います。それでは今から博多国際展示場のカンファレンスセンターまで向かいたいと思います。本日はあいにくの雨ですけど頑張って会場まで歩いていきましょう。会場は博多駅から約10分程度歩いたところにあります。ちなみに福岡国際展示場とは名前が似ていますが全く違う場所に会場があります。公式からも間違いないように注意喚起がされていました。会場までの行き方は博多駅の筑紫口側から出て今の僕が通ってる道を進んでもらえれば会場までたどり着きます。僕がおしゃべり会に行くメンバーは豊永あきちゃん、地頭絵ねねちゃん、田中美希ちゃん、本村葵ちゃん以上の4人です。本当は土上舞ちゃんの参加権も取っていたのですが残念ながら今回のおしゃべり会には参加しません。また今回はサプライズレーンが設けられるということでその名通り当日になるまで参加メンバーは分かりません。参加方法は CD1 枚買うごとに1回の参加権がもらえてイベントに参加することができる仕様になっています。もうそろそろ会場もすぐ近くです。博多国際展示場&カンファレンスセンターの文字が見えます。それでは早速一部から豊永あきちゃんのおしゃべり会イベントに参加するので今からそちらまで向かいたいと思います。第1部参加した感想なんですけど朝一番ということもありファンの人も朝に弱いのか朝は非常にレーンが空いています。特に並ぶことなく待ち時間ゼロでメンバーと話をすることができました。第1部から参加するのは非常に賢い選択肢だと思います。メンバーと多く話したい方は第1部に集中的に参加権を取ってみてください。このチャンネルでは HKT48 やその関連動画を投稿しています。定期的に投稿しているのでぜひチャンネル登録お願いします。チャンネル登録は画面右下のアイコンまたは概要欄から行うことができます。1日目のおしゃべり会が終わりました。最後におしゃべり会に参加したのは去年の10月1日2日だったので約7ヶ月ぶりのおしゃべり会でしたが直接会場で会ってメンバーとお話をするのは特別感があり非常に楽しいです。今回のおしゃべり会では新しくサプライズレーンが設けられました。僕が参加したサプライズレーンは6期生3人のサプライズレーンでした。他のレーンもそれなりに列は並んでいましたが最も待機列が長かったです。やはりいつの時代でも研究生は
大人気であることがよくわかりました。3人とも非常に明るく元気に対応してくれました。そのいいところを引き出すためにも事前にある程度は話す内容を決めてレーンに並んだ方がいいのかもしれません。またおしゃべり会の待機列から他のメンバーの様子を見るのもおしゃべり会の楽しみ方の一つです。特に仕切りはありませんので隣のレーンのメンバーも普通に見ることができます。待機列にファンの方が並んでいるときはファンの方と楽しそうに話をしているのですが、たまに列が途切れる時もあります。その時はメンバーは自由にいろんなことをしています。しかしそのような状況だからこそメンバーの素の様子を見ることができます。個人的に僕が面白いと思ったのは松岡花ちゃんです。花ちゃんはファンの人の前では非常に笑顔ですが、そうではない時は今までずっと笑顔だったのに突然真顔に変わります。そのギャップが非常に面白く十分見る価値はあると思います。もしも機会があれば見てみてください。他にも石橋いぶきちゃんの特徴的な声も楽しみの一つです。あの特徴的な声、そして大きな声は HKT48 のイベント会場であることを実感させてくれます。さらにおしゃべり会の楽しみ方は単純にメンバーと話をするだけではありません。ファンの方と一緒に生写真のトレードをして自分の推しメンのコンプを狙うのも楽しみの一つです。たったの3パックだけではありますが生写真を購入して生写真トレードをしました。ちなみに前回はメンバー全員の生写真を揃えるフルコンプに挑戦しました。その時の動画はすでに上げていますので気になる方はご覧ください。最初にネタバレをしておくと、そのフルコンプ企画は失敗しました。渋井ちゃんだけがフルコンプできずに終わってしまいました。今回はそのリベンジを果たすためなんとか渋井ちゃんだけは揃えたいと思いトレードをしました。しかし渋井ちゃんの人気は非常に高く、渋井ちゃんの生写真を持っている方には出会えずに1日目が終了しました。まだ2日目があるので明日の生写真トレードでコンプができたらいいと思います。本日2日目のおしゃべり会ですが、 HKT48 の6世が1周年を迎えました。今からちょうど1年前熊本城ホールでお披露目されました。当時は僕もその現場にいたのでよく覚えています。あれから1年が経ったのかと思うと時の流れの速さを感じます。6世はダンスやトーク、様々なスキルにおいて優れているメンバーが多く期待されるメンバーばかりですので、これから先も頑張ってほしいなと思います。さて本日は2日目のおしゃべり会です。2日目もご覧の通り大雨です。本日参加するメンバーは本村葵ちゃんと田中美希ちゃんの2人です。また渋井美奈ちゃんはまだ中学生ですので参加していません。おそらく次のシングルからはおしゃべり会ではなく握手会になると思いますので、おしゃべり会で渋井ちゃんと話をすることはないかもしれません。また渋井ちゃんの生写真がまだコンプしていないのでなんとかコンプしに行こうと思います。それではこのぐらいにして会場内に入っていこうと思います。おしゃべり会が無事終了しました。葵ちゃんにおしゃべり会で会うのは僕にとってはこれで最後になりました。最後に卒業おめでとうと話をしました。これまで12年間ファンの方の顔ぶれは大きく変わりましたし、時代も変わりました。メンバーも変わりました。しかし葵ちゃんだけは12年前から変わっていません。いつまでも可愛い葵ちゃんで居続けてくれてとても嬉しいです。そして生写真トレードは見事全てコンプしました。渋井ちゃんは前回のフルコンプ企画で唯一揃えられなかったメンバーなので、それを晴らすことができてよかったです。今回揃えたメンバーは地頭絵ねねちゃんと小田彩香ちゃん、渋井美奈ちゃん、豊永明ちゃん、市村愛理ちゃんのこの5人です。3パック15枚買ってちょうど5人分のメンバーのコンプをすることができました。非常に揃えにくいメンバーばかりで、これだけのメンバーをちょうどぴったり揃えることができたのはかなり運が味方してくれたからではないかと思います。この大雨の中非常に大変な思いでおしゃべり会に参加しましたが、そんな中でも十分楽しむことができるおしゃべり会でした。これでもしかしたらおしゃべり会は終了となり握手会が再開されるかもしれませんが、今度はコロナ禍前を思い出して楽しみたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。